どうもこんにちは、ゆくちかです。今日もエカンナやっていきたいと思います。前回の神回を見てくださったでしょうか。ものすごくいい回だったと思うんで、見てない方も、ここを見に来て見てない方はなかなかいないと思うけど、よかったら前回の動画も見ていただければなと思います。よろしくお願いします。よっしゃ、今日も元気にエカンナやってみましょう。よっしゃ、あとは井上を170キロピッチャーにしたい。で、毛利、甘井も球速いって、竹山も守備上げる、塚田適当に制球、木口球速、渡辺球速、交互変化球。もうなんか基本的にピッチャーは変化球が球速ってイメージかな。こういうその試合系の時は上がりにくい能力上げたいよね。で、大友は肩を A まで持ってきたい。オール A 行ければいいかな、大友に関しては。高谷守備、守備で、あ、でもセカンドとファーストも守らせるの忘れてた。いや、セカンド覚えさせよう。忘れとったわー。万能。小峰はオール S に持ってきたいんだ。和田くん、守備は上がるんじゃない？さすがに。肩いっちゃおうぜ。肩いってオール S 組にしたい。オッケー、頑張ろう。宮井で守備。川崎どこ上げよう。むずいな、これ。ただでももう守備は最低限あるんだよな。総力いくか。川崎は多分ね、キャッチャーじゃない方がいい気がする。逆にこの相川をキャッチャーにした方がいいんじゃないかなって思うんだよね。総力。すぐろ。呼吸。総力。総力上げてもいいんだけど、ミート先上げようかなと思ったんだよね。ミート上げて甲子園で総力かなって思った。菱山。菱山もだいぶ強いと思う。菱山結構いい能力してるよね。で、高塚は、ミートをガン上げしましょう。で、おかわりさんは、守備だいぶ上がった。甲子園で、総力を上げるんで、パワーいきます。で、拓郎さんは、もう総力。ひたすら総力。もうすべてをかけて総力を上げる。で、鉄平さんは補給。これもう別にオーレースまで、オーレースは確定しよるからね。こっから先どう上げるかよ。で、宝見、ミート。で、飯泉、カーター。と、ジローは、ミートパワーを上げなきゃいけないんだ。ミートパワーをもう、ガーン上げしたい。パワー。で、万能と。オッケー。じゃあ、甲子園じゃない、甲子園、1回戦戦っていきましょう。私、今回、神奈川に来ておりますんで、神奈川で、大暴れ、させていただきたいと思います。井上高塚、おかわりさんと。おかわりさん行こうか。おかわりさん。ちょっとオーダー作ってまいります。行きましょう。仕上がし。さあ、始まりました夏の県大会1回戦でございます。もしよかったらチャンネル登録高評価してってください。よろしくお願いします。よかったらでいいです。よかったらもっとコメントをしていただきたいなと思っております。よかったらコメントもしていってください。お願いします。総合戦力いいでございます。毎度でございます。おかわりさんがそろそろ爆発をしてくれないかなと期待を込めております。This is God。 さすがおかわりさん。さすお。もうこれですよ。おかわりしようよ。あ、そう。こっからだよ。おかわりなんだから。あれだね。プロスピにあるように、パワープロにもおかわりの特能をつけてほしいよね。連発の後のおかわりね。おかわり欲しいな。おかわりあったらかっこいいよね。強振でいこう。もう、広角を信じる。はい、行きました。これは行きました。届かりませんでした。ない、いい守備をされた気がします。もう、あとひたすら広角を働かせるだけだから。コメントに関しては。おかわりさんです。こういう場面で究極の思考を使うんよ。うまい使い方。おかわりしよう。おかわり。おかわりが欲しい。おかわりー、おかわりポケット。ナイスおかわりです。ありがとう。いいおかわりをありがとうございます。井上は打てる子なんだよな、実は打てる子なんだよな。え？ピッチャーで確定？ピッチャーで確定？ピッチャーで確定アーチは俺ちょっと初めてだわ。衝撃。そっか、なんで回ってきたんやろう思ったら、あれだわ。あー、コールドチャンスだったからだ。コミネも素晴らしい。いい当たりしてるね。ここから拓郎さん。にも回したい。ひたすら打つよ。おかわりさん出よう。おかわりさん、ここはね、ホームランじゃなくてもいいよ。おかわりしてくれたら嬉しいけど。嬉しさ満点青空レストランなんだけど、
あ、これおかわりしちゃった。いいおかわりです。ありがとう、おかわり。オッケーオッケー、ピッチャーこの場面よ、この場面萌え、萌えカスだった。1点も取られてほしくなかったんだよな、ここはコールド阻止のためにも。だったらもうちょっと点取られてよかったってなっちゃうから、まあいいや。井上抑えよう、抑えよう、オッケー。まあさすがに総合戦力いいレベルじゃ打てないよな、井上は。打てん、おい、重そうだもん。ドンドンドンと音が響くもんね。コミネ、オッケー、素晴らしい。もう次期ショートが横に控えとるからね、もうそのまま爆発してほしい。オッケー、プルヒを生かしましょう。プルヒでジロー、ジローも、ジローもかまそう。オッケー、これがジローです、これがジローです、素晴らしいジローでしょ、これが皆さんジローだよ。コミネはなんで4割を切るのよ、4割切ったらお父さん怒、お、満塁来た、おかわりさん満塁です、満塁です、満塁で、あー、おかわりさんだったのに、満塁おかわりさんだったのに、満塁おかわりさん不発。経験点ためで拓郎さんに投げさせておりました。今思ったんだけどさ、石井太郎にしてるやん、まあ、あのうちの天才の伝統なんだけど、あの拓郎さんだから一文字外れてるだけなんだよね。そう思うとセーフじゃねっていう。 OK、 走ってー、転んでーじゃダメだよ、これじゃダメだよ。あの多分ここはてっぺんさんだから、これはもうあの皆さんサイレントサイレントです、サイレントサイレント、これホームランです、ごめんなさい、これはホームランです、さすがにホームラン確定演出いただきました。おお、ファンブルだった。大友が打っちゃらん、それはダメだ、もう相手の防御率を破壊してやろう、それはなんかダメだわ。大友が今日1本も打っとらん、ダメだよそれは、ダメよ、ダメダメ、ちょっと古いけど行こう。大友、大友、オッケー、ようやく1本ね、1打点1本、素晴らしい。その1本が世界を変える、その1本で世界が救われる。ジロー、ジローは背中しでいいや、背中し6だし、まだ5本か、まだ5本なんだ。ジローもっと打ってよ、次期3番かな、次期おかわりさんが4番の予定だから次期3番だと思う。次期3番には暴れてもらわんとね。あ、シファンひついた、背中しで行こうか、センターで返そう、センター返しなら阿部陽のイメージだけどね、まあ、かけない。オッケー、ナイス阿部陽、この打球は阿部陽だわ、素晴らしい。しかも和田盗塁 E も外れたからね、盗塁 D になっちゃったから、もうこれで盗塁もできます彼。オッケーで高塚、高塚もあの京極中央から満塁打を打ってる男なんで勢いづいております。またコールド阻止が大変なやつやん。おし、おかわりさん、おかわりさん引っ張ってみようか、今度は引っ張り方向でいきましょう、引っ張りのおかわりさん、オッケー、引っ張りおかわり成功、引っ張りの方向でおかわりさん、おかわりくんさん、素晴らしい。お、帰ってくるの、暴走じゃない、危な、小峰か、小峰なら大丈夫だ、小峰ならな、なんなら走らせとけばよかったわ。よし、じゃあ転がせいきましょう、転がしましょう、転がせ、転がし足りないかも。よし、井上さん来ちゃおう、おかわりさん、おかわりさん、まあいいや、どうせ点1点ぐらい取るっしょ、そのためのコールド欲しいだったと思えばいいや。井上切ろう、井上切ろう、井上切ろう。でも昨日ね、寒い中ずっとドン・キホーテにいたんですよ、ちょっと用があって。ドン・キホーテマジ寒い、寒かったね、だからあの風冷たいよこの時期、なんか昨日地獄だったもん、入り口付近にずーっとおったけど、もう凍えすぎて凍え死ぬかと思ったもんね、足がね、あの足の芯から冷えてくって分かる、なんか言いたいこと、足の芯からもう底冷えしていくのよ、いつの間にか俺の足どっか行っちゃったみたいな感覚になるの、おかしくなっちゃうね足が。 OK、 いいぞジロー、走ろう、走り散らかす、そして和田も打ち散らかす、このチーム強えな、まあ、相手のやつは確かに総合戦力いいとかはあるけど、それにしても強いな、なんか負ける気がしないもんね。一応強豪神奈川だよここ、
応強豪神奈川です。これこれ一応強豪神奈川です。言ってなんか自動で取ってるし、なんかこれ一応強豪神奈川しつこいだろうけど、これ強豪神奈川です。あ、お前ガシブリトムバーッ。OK、拓郎さんが出てる。拓郎さん二塁だ。素晴らしい。が多分、ホームラン井上じゃない？打ったの。やば。井上エグ。ピッチャーでしょ？なんかピッチャー要素が少なすぎて。逆にビビる。20本。せんぺいさん20本。あー、これね、セーフになるわ。ナイス。いい足しよるね。素晴らしい足を。走ります。それで経験で食べたい。いい。大友、そろそろ4番の仕事しよう。さっきの4番の仕事に続いてる4番の仕事。オッケー。これが4番です。渋い4番。いぶし銀鉄。ね、今持ってる本全部使ってあげようかなと思って、今年の2年生。今年の3年生か。3年生か。3年生陣に使ってあげようかなと思ってるんですよね。なんか使ってあげていいかなって思っちゃう。なんか強いじゃん、この代。黄金世代じゃないですか、いわゆる。でもなんか、使っても、何も、外れな感じしないなと思ったんで、使ってあげようかなって思ってます。この後なんか、適当に見極めて、裏で使うか、明日の動画にまとめちゃうか、しようかなって思ってます。この時期はね、コールド阻止がマジめんどくさいのよ。あ、やべえ、やっちゃった。やべえ。石井さんで、月シフトで、吉備経験で貯めようと思っとったら、やっちまったぜ。まあ、いっか。そんなに経験でたまらんしね。今のどっちかというと石井さんの信頼度を上げる作業みたいな感じですね。じゃあまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。またね。